クラシックカーパレードがスタートとなります。懐かしいですね。日本の名車も目白押しとなっておりますので、ぜひ皆さん、写真を撮っていただき、また目に焼き付けていただきたいと思います。パレード車の紹介写真、またはパレード走行がよく見えるところへお集まりいただいておりますが、パレード走行中ですが、危険ですので、係員の指示に従ってパレード走行コースに飛び出たり横断しないようにお願いいたします。さあ、まもなくパレードのスタートとなります。パレード車両がよく見えるところに皆様お集まりいただいていると思います。すでにもうね、カメラをこのクラシックカーに向けて、今か今かとスタートをお待ちいただいているところかと思いますが、今日本当にいいお天気になりまして、クラシックカーファンの皆様をはじめ多くの皆様にご来場いただきましてありがとうございます。博物館の会場、そして森ボロパークの会場も、開催いたしますのでね、ぜひ皆様今日一日クラシックカーに囲まれた、クラシックカー元来の楽しい思い出に残る日をお過ごしいただければと思います。先ほどもご案内いたしました、パレード走行中は危険ですので、係員の指示に従いパレード走行コースに飛び出たり横断しないようにお願いいたします。皆さん、大変お待たせいたしました。ただいまより第34回全国博物館クラシックカーフェスティバル、クラシックカーパレードがスタートします。さあ、先導車はトヨタ博物館新造車両1960年式トヨペットクラウン RS21 型です。スタートフラグはトヨタ博物館館長室垣直明です。まずご準備よろしいでしょうか。待っていただきました。それでは報道パレード先導お願いいたします。いってらっしゃい。さあ、現場のアクションとともに先導車がスタートいたしまして、いよいよパレード参加車両のスタートとなります。さあ、絶景ナンバー1、1922年続いて、実験ナンバー
1964年式アルファロメオジュニアスプリントスピーチアーレ、気をつけて行ってらっしゃい。とても有利な車体スタートいたしました。続いてですけども、絶景ナンバー10登場です。1965年式ルノーローフィンボルディーニ、気をつけて行ってらっしゃい。楽しいドライブを。さあ続いてジュリーベットのモンティーカラーとなっております。絶景ナンバー12、1967年式モーリスミニマイナートラベラー、気をつけて行ってらっしゃい。さあ続いて絶景ナンバー13、1968年式ポルシェ912、気をつけて楽しいドライブを行ってらっしゃい。さあ実際に使用されていたパトカーですね。さあ続いて絶景ナンバー14です。1969年式アルファロメオ 1750GT ベロ、楽しいドライブを行ってらっしゃい。さあ、お車の中からもですね、撮影をしていただいております。さあ続いて絶景ナンバー15登場となります。1970年式ヤマハイータイプシリーズ2、行ってらっしゃい。お、お庭かぶってのスタートでしたね。楽しいドライブ。さあ続いて絶景ナンバー16登場です。ご家族でしょうかね。1970年式 MG1300、 気をつけて楽しいドライブを行ってらっしゃい。さあ今お孫さんと一緒にね、パレード参加ということでスタートいたしました。さあ続々と電車の数々が登場してまいりますので、皆様しっかりとご覧ください。さあそれでは続いて登場していますのは絶景ナンバー17、1970年式ポルシェ9146、気をつけて行ってらっしゃい。さあボディカラーネイビーということでですね、素敵な1台がスタートいたしました。続いて絶景ナンバー18、1971年式ロータスヨーロッパ TC、 新しいナンバーですね、気をつけて行ってらっしゃい。さあどんどん参りましょう。続いて到着しましたのは絶景ナンバー19、1971年式サーブ99、それでは気をつけて行ってらっしゃい。快適なドライブを。さあ続いて登場しましたのが絶景ナンバー20、1971年式シトロエン MCV AK400、 楽しいドライブを行ってらっしゃい。さあ5分で揃って一目惚れして MG から見つけたということでね、素敵な最後の1台に乗って楽しいドライブスタートとなりました。さあ続いて絶景ナンバー21、1973年式レクラソアンテナ、楽しいドライブを行ってらっしゃい。さあ、まさに今日オフオフにするかっこよさですね。スタートいたしました。さあどんどん到着です。続いては絶景ナンバー22、1975年式 BMW2002、 楽しいドライブを行ってらっしゃい。1983年式アウトビアンキ A112 アバルト、気をつけていってらっしゃい。手を振っていただきました。楽しいドライブを。さあ続いて車登場、絶景ナンバー24、1983年式メルセデスベンツ 300GB カブリオレ、気をつけていってらっしゃい。楽しいドライブを。アガメグリーンのボディカラーが素敵おしゃれですね。さあどんどん参りましょう。続いて絶景ナンバー25、1984年式シトロエン CX、 気をつけていってらっしゃい。
よろしいでしょうか。気を取り直して気をつけて快適なドライブを。さあ続いて列券ナンバー26、1987年式ポルシェ924S、 快適な愛車とドライブ、いってらっしゃい。レベルのグリーンのポルシェスタートとなりまして、続いて鉄拳ナンバー27、1987年式ボルボ240GM ワゴン。それでは楽しいドライブをいってらっしゃい。さあグレーメタリックのボディカラーが渋いですね。さあ続いてどんどん参りましょう。鉄拳ナンバー28、1988年式 BMW M5、 楽しいドライブをいってらっしゃい。さあどんどん参りますよ。続いて鉄拳ナンバー29、1989年式 BMW Z1、 どうぞ快適なドライブをいってらっしゃい。かっこいいですね。さあ続いて鉄拳ナンバー30登場となります。1989年式フォルクスワーゲンキャラベルシクロ、これはこれでファンサーということですね。乗っけていってらっしゃい。さあ続いては絶景ナンバー31、1989年式メルセデスベンツ 300C です。気をつけていってらっしゃい。さあ次々と皆さんの自慢の会社がスタートとなっております。絶景ナンバー32、1990年式メルセデスベンツ 19E2.516、 気をつけていってらっしゃい。とってもダミーなドライバーさんですね。おしゃれです。33、鉄拳ナンバー33は1990年式ランチアデルタインテグラーレ 16V。 それでは気をつけていってらっしゃい。普段の生活でもさらに早くなっても楽しめるということでね、ランチアデルタスタートいたしました。続いて鉄拳ナンバー34、1990年式ロータスエラーの SE、素敵な挨拶をいただきましたけども、気をつけていってらっしゃい。さあ続いて、デッキナンバー35、1990年式シティロエン DX16V、 もう一目惚れの愛車と並ぶを楽しんでください。さあ続いてレッケナンバー41、これもかっこいい、1939
続いて絶景ナンバー62、1979年式日産セドリック、気をつけていってらっしゃい。
ナンバー63、1991年式日産マーチ R、 楽しいライブを、いってらっしゃい。感じね、これでスタートしていただきました。続いて絶景ナンバー64、1991年式日産バレットラルゴ、気をつけていってらっしゃい。楽しんできてくださいね。さあ続いて絶景ナンバー65、1993年式日産セティオ、それでは楽しいドライブをいってらっしゃい。さあ続いて絶景ナンバー66、1993年式日産スカイライン GTR、 気をつけていってらっしゃい。続いては絶景ナンバーが67登場です。1963年式マツダ R360 クーペ、楽しいドライブをいってらっしゃい。今日おしゃれでデザインが可愛いですね。注目される一台ですよね。さあ続いて絶景ナンバー68、1973年式マツダポータートラック、それではいってらっしゃい。グレーのですね、ボディカラーでスタートいたしましたポータートラックに続いての登場は絶景ナンバー69、1975年式マツダルーチェ AT ワゴン、気をつけていってらっしゃい。さあ続いて絶景ナンバー70、1976年式マツダコスモ AT、それでは気をつけていってらっしゃい。子供の頃からの憧れの車に乗っての今パレードスタートとなります。さあ続いて絶景ナンバー71、あらかわいい、中へ覗きますとプーさんですね、ファミリーで、絶景ナンバー71は1981年式マツダサバンナ RX7、 気をつけて楽しいドライブを。これはまたまた映像の皆さんも注目しちゃう一台ですね。続いて絶景ナンバーが72、1989年式マツダサバンナ RX7、 気をつけていってらっしゃい。さあどんどん参りましょう。続いて絶景ナンバーが73、1991年式ユーノスロードスター、楽しいドライブをいってらっしゃい。さあ続いてナンバーが74、1992年式ユーノスプレスト、気をつけていってらっしゃい。オレンジ色のボディカラーが輝いていますね。さあ続いて絶景ナンバーが75、1993年式オートノム AZ1、 気をつけていってらっしゃい。さあ続いて絶景ナンバー76、1965年式ホンダ S600、 さあそれでは気をつけて楽しいドライブいってらっしゃい。さあ心地いい音の音が響いております。続いて絶景ナンバー77、1967年式ホンダ S600 クーペ、気をつけていってらっしゃい。さあ続いて絶景ナンバー78、1972年式ホンダレッド600、楽しいドライブをいってらっしゃい。さあこのオレンジのボディカラーも可愛いですね。さあ続いて絶景ナンバー79、1973年式バモスホンダ、気をつけていってらっしゃい。思い出に残るドライブを。さあ続いてサウンドが聞こえてまいりました。絶景ナンバー81、1982年ホンダシティ、楽しんでいってらっしゃい。いいですね、思いっきりねクラシックが楽しんでいるという感じですね。続いて絶景ナンバー82、1991年式ホンダビート、気をつけていってらっしゃい。さあ一目惚れして
してしまったビートとドライブですね、楽しんでください。続いて絶景ナンバー83、1991年式ホンダ NSX、 気をつけて行ってらっしゃい、楽しいドライブを。さあ続いては絶景ナンバー84、1976年式、ホーホイールドライブ、楽しいドライブを、行ってらっしゃい。1961年式三菱三輪ペットレオ、それでは気をつけて楽しいドライブを。とてもキュッとなる1台登場でしたね。さあ続いて設計ナンバー87、1977年式三菱ギャランラムダ、楽しいドライブに行ってらっしゃい。さあ続いてが設計ナンバー88、1990年式三菱 GTO、 気をつけて行ってらっしゃい。さあどんどん参りましょう。続いて絶景ナンバー89、1976年式ダイハツシャルマン、楽しいドライブ行ってらっしゃい。続々と登場します。絶景ナンバー90、1984年式ダイハツシャレード926ターボ、楽しいドライブ行ってらっしゃい。さあ続いて登場は絶景ナンバー91、1988年式ダイハツリーダー、では気をつけて行ってらっしゃい。さあまずは続いて絶景ナンバー92、1990年式ダイハツハイゼットデッキ版、気をつけて行ってらっしゃい。さあ続いてが絶景ナンバー93、1979年式スズキジムニー、気をつけて行ってらっしゃい。快適なドライブを。今や、ね、よく見かけるジムニーの第一世代のジムニーです。さあ続いて絶景ナンバー94、1993年式スズキキャラ、気をつけて行ってらっしゃい。さあ続いて絶景ナンバー95、1987年式イスイスピアッツァイルミシャ、気をつけて楽しいドライブを、行ってらっしゃい。続いての登場が絶景ナンバー96、1974年式イスイス1179で、楽しいドライブを、行ってらっしゃい。さあ続いて絶景ナンバー98登場です。1965年式行ってらっしゃい、お気をつけて。続いて絶景ナンバー99、1967年式トヨタ 1600GT、 もう鮮やかなボディからイエローで、気をつけて行ってらっしゃい。続いて絶景ナンバー100、1967年式トヨタタブリカ、気をつけて行ってらっしゃい。快適なドライブを。テンションの音もいいですね。さあ続いて絶景ナンバー101、1967年式トヨタダイナー、気をつけて行ってらっしゃい。さあ続いて絶景ナンバー102、1968年式トヨタコロナマーク2、気をつけて楽しいドライブを、行ってらっしゃい。続いてが絶景ナンバー103、1969年式トヨタカローラスプリンター、気をつけて行ってらっしゃい。
さあ、第3回のクラシックカーにも参加いただいてて、31年ぶりの参加だということで、楽しんでいただけるといいですね。続いて、ゼッケンナンバー104、1970年式トヨタ 2000GT、楽しいドライブを、いってらっしゃい。さあ、続いてがゼッケンナンバー105、1972年式トヨタカローラレヴィンです。楽しいドライブを、いってらっしゃい。モスグリーンのボディーカー、さあ、続いて設計ナンバーが106、1973年式トヨタセリカリフトバック、楽しいドライブを、いってらっしゃい。青春時代に魅了された愛車でのドライブとなります。さあ、続いてが設計ナンバー107、1973年式トヨタリニエストラック、楽しいドライブを、気をつけていってらっしゃい。さあ、昔のね、納期機、プラグミ、発動機など2台に積んでのパレードとなります。さあ、続いて設計ナンバー108、1975年式トヨタコロナ、気をつけていってらっしゃい。快適なドライブを。さあ、続いて設計ナンバー109、1982年式トヨタセイカー、気をつけて行ってらっしゃい。さあ、続いてが絶景ナンバー110、1983年式トヨタセイカー WX、 気をつけて楽しいドライブを、行ってらっしゃい。ゆっくりと笑顔で展開していただきました。さあ、続いて絶景ナンバー111、1985年式トヨタカローラレディン、楽しいドライブを、いってらっしゃい。お気をつけて。さあ、続いて絶景ナンバー112、1985年式トヨタクレスタ、気をつけて、快適なドライブを、いってらっしゃい。クレスタのカタログに載っていない不思議な黒のクレスタでパレードを今スタートいたしました。ちょっと気になりますね。さあ、続いて絶景ナンバー114、1987年式トヨタマーク2、気をつけて行ってらっしゃい。さあ、続いてが絶景ナンバー115、1989年式トヨタ MR2、 皆さんでパレードを楽しんできてください。行ってらっしゃい。さあ、続いてが絶景ナンバー116、1989年式トヨタカローラデビン。さあ、それでは気をつけて行ってらっしゃい。楽しいドライブを。もう最高の友人としているこのレビンと今ドライブに出発いたしました。さあ、続いてが絶景ナンバー117、1990年式トヨタセルシオ、快適なドライブをお楽しみください。いってらっしゃい。さあ、続いて絶景ナンバー118登場です。1992年式トヨタセラ、気をつけていってらっしゃい。美しい花火ですね。さあ、続いて絶景ナンバー119、1993年式トヨタコロナ X7、 楽しいドライブを、いってらっしゃい。さあ、続いてが絶景ナンバー120、1993年式トヨタクラウンセダン、気をつけていってらっしゃい。139クラウン車にはまったということでね、今日今スタートいたしました。さあ、ベサイコーギ車両ですが、クラウンクロスオーバーです。お気をつけて。高級感とともにスポーティーな印象のデザインが斬新なクラウンクロスオーバー、ベサイコーギ車両ということで、以上をもちましてクラシックカーパレード出発式終了とさせていただきます。